するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説、前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。第7章は罰則ですね。第1条、罰の種類。罰はチョンボ、上がり放棄、イエローカード、レッドカードの4種とする。1の認定はいかなるケースにおいても審判の裁定を優先とする。また対局者からの疑義指摘は速やかに行う必要があるとなっておりますが、今回この M リーグのまた特殊なところなんですが、麻雀の審判ができたと、審判制ができたのと同時にイエローカードやレッドカードというのも出てきたのも M リーグの一つの特徴かなと思います。第2次上がり放棄とその対象。上がり放棄となったものはチーポンカンリーチの権利を失ったまま局の終了まで競技を続行する。これに反した場合はチョンボとなります。そして下に書いてありますね、以下の行為を対象とする。1番はターハイと勝敗、親の代通もしなくて勝敗だって、で上がり放棄になったことも M リーグでありましたね。そういうのも上がり放棄になってしまいます。で、缶のない時の手合が12枚以下を勝敗、14枚以上を大敗という。大敗勝敗が発覚したものは上がり放棄となる。続いて先相撲ですね。上ちゃんの打敗の前に相撲を行ったりと審判が判断した場合は上がり放棄となります。そして食い替えですね。ポンまたはチーの時、風呂した統一またはターツと合わせてメンツを構成可能な牌を出することを食い替えという。口頭で簡単にご説明させていただきますと、自分が678と万全の678持ってます。神茶の方から、5が切られました。この5を抱くと567の3色になる。やった、5をチーしました。567でチーして、あ、567になったら8を切る。これを食い替えと言います。567を抱いて次の順目に8を切ることは大丈夫なんですが、この順目に8を切ることはできませんよと。これを食い替えと言いますので、皆さんお気をつけて見てみてください。そして空行為ですね。空行為とは発生のみで行為を行ってない場合を言う。空地空ポン空間は上がり放棄とする。ツモまたはロンの発生のみにて手合を公開してない場合は上がり放棄とする。そしてツモと発生すべき時にロンと発生、またはその逆の発生に関しては審判より注意の上訂正を認める。ポンチー間の発生間違いは上がり放棄とする。で、第3条は作行為ですね。1番、作地とは寝室とならないのに寝室として風呂した場合を言う。その他の作行為もこれに準ずる。2番、作地、作ポン、作間は上がり放棄とするとなっております。これ空地空ポンと作地とかの何が違うかというと、空地とか空ポンはポン、あ、やっぱりこれポンできなかった、やめます、これはクーポンですね。やめることはできないんですが、これは発生のみでまだ何もしてませんよ、これをクーポンと言います。そして、作地はですね、今上茶からリャンピングが切られました。地というふうにこれで、持ってきました。あれ、2を投げたのに2、4となっている。これが作地ですね。地ができていません。瞬図として風呂した場合、瞬図ならないのに瞬図として風呂した場合を言って、これを作地と言います。これが空地と、作地の違いですね。そして作地、作ポン、作間は上がり放棄となっています。まあ、空地クーポンも上がり放棄なんですが、作地、作ポンも上がり放棄となるとなっております。第4条、チョンボとその対象ですね。1番、全てのチョンボ該当者は事故のトータルポイントから20ポイントを厳選される。親子には関わらない。これチョンボは事故のトータルポイントからとなっておりますので、たまにチョンボはね、マンガン払いとか2000、4000払いとかあるんですが、 M リーグではポイントですね。今回同卓している人たちにポイントが入るわけではなく、その人のトータルポイント、まあそのチームのトータルポイントですねから厳選さ20ポイント厳選されるということになっております。2番、以下の行為をチョンボとします。正当でない上がりを宣言し手合を公開した場合はチョンボとなる。脳天リーチ及びリーチ後の不正な間はリークグジチョンボとなる。上がりが出た後、展望授受が完了しない山うちに山を崩し、上がりや裏ドラが不明になった場合は山を崩した当事者がチョンボとなる。灰山及び手合を故意に崩して公開したと審判に認められた場合はチョンボとなる。地区廃時に山を壊すなど競技続行を不可能にした場合はチョンボとなる。これがチョンボ扱いとなる対象となりますね。3番、審判に故意と認められたチョンボを行った場合は罰則のポイントを3倍とし出場資格が取られる。4番、
チョンボ時に正当な上がりがあればその罰を免れる。5番チョンボ者が複数の場合すべて罰を受ける。6番チョンボがあった曲はチョンボ者が親子に関わらずその曲をやり直す。罪棒は増えないと。じゃあ第5条ですね。カードとその対象です。1番上がり法及びチョンボには至らないものの以下に定める項目に該当する場合や第1章7条1における義務を対局者が怠っている場合等に審判よりイエローカードが提示される。指示のタイミングは発生した曲の終了時点となる。イエローカードは当日のみ累積し1日2枚にレッドカードが提示される。レッドカードが提示されたものはチョンボと同様の罰則、個人トータルポイントから20ポイントを減算を受ける。第8章パオですね。パオの適用を受けた場合妻上がったら責任払い、別の補充者がいたら折半払いとなる。パオの適用は以下の3種類とする。第3弦3種類目の3弦牌をポン換算した場合、台数詞4種類目の風牌をポン換算した場合、数貫通4種類目を大民換算した場合がパオとなっています。このパオというのはですね、第3弦だったらチュン発を鳴いているところに白を切ってポンされたら麻雀用語でパオと言って役満を確定させてしまいましたよということになりまして、このパオというものが出来上がった場合は、その人がつま上がった場合は責任払いで、なんと白を泣かしてしまった人が全額責任払いとなってしまいます。しかし僕が白をポンさせました、しかし下茶の方が放流しました、この場合は放流者と折半払いとなりますので、子供の3万2000、親だったら1万4万8000点なんで、子供だったら1万6000点ずつ、親だったら2万4000点ずつを折半払いとするということになっておりますね。稀に、麻雀プロの、リーグ戦だったり最高位戦ではパオはないんですよ。第3弦とかの牌を泣かしてしまってもパオはないんですが、M リーグではあると。これもまた一つの特徴的なルールかもしれませんね。さあこのパオですね、じゃあ実際にやってみましょう。今上茶の人がハツとハクを鳴いています。僕が今チュンを切りました。そしたら上茶の人がポン、なんと風呂してるだけで第三弦ができましたと確定させてしまいました。これを麻雀用語でパオと言います。これでこの方がつむ上がり、上茶の方がつむ上がりをしてしまった場合は全額僕の責任払いです。なので子供だったら3万2000点、親だったら4万8000点をつむ上がった場合は最後のチュンを泣かしてしまった場合の人が責任払いをするということになります。しかし今度は下茶の人が放銃をしました。その場合は泣かしてしまった人、そして放銃してしまった人で折半となります。子供だったら1万6000点ずつ、親だったら2万4000点ずつの支払いとなっております。第3弦だとですね、手配にこういう風にできていて、リャンピン、これは隠れています。第3弦がなので大丈夫なんですが、実は実はちょっとレアケースなんですが、この状態チュンあんこなんですが、チュンを思い切って切りました。カンポンではなくカンでもここで第3弦が確定してしまってますので、これも責任払いとなりますので、あんこの時にこの人の点数を削りたいとかあった時にカンすることもできますが、まあ超レアですけどね。さあそしていよいよ最後ですね。第9章は上がり役となっております。まあ上がり役、ざっと全部言っていきますね。まず第1章はイーハンの役ですね。面前のツモ、リーチ、一発ですね。一発役はリージに付属していまして、単独の上がり役ではありません。一発の権利を有するとき、チャンカンで割りをした場合、チャンカン時はカンが不成立なので、一発とチャンカンは複合しますが、同じ理由によりカンダラは乗りません。また策行為などにより消滅します。4番は役牌ですね、パンパイ。5番は面前のピンフですね。つま上がりの場合はつもふをつけず20分計算とし、面前つもと複合します。6番がタンヤオ、7番がイーペイコーですね。で8番がハイテイ、9番が法廷、10番がチャンカン、11番がリンシャン解放。今呼び上げたのはイーハンの役です。次はリャンハン役ですね。ダブルリーチ、レンプーパイ、トイトイホー、サンアンコー、三色同行、三貫通、
小三元、本郎刀、三色同順、一気通貫、チャンタですね。チートイツ、チートイツの基本は、子供は1600点で親は2400点です。でテロップ出てると思うんですけども、注意事項として米印がついているものは一組でも封路すると食い下がりのいい判となります。三色も食い下がったり一気通貫も泣いたらいい判になります。チャンタもいい判になります。そして小三元が両判なのと思う人もいるかもしれませんが、小三元は小三元という役という時点では両判しかありません。ただ役ついて4判という計算となりますね。こちらもちょっと豆知識として覚えておいてください。それ第3条は三判役ですね。両平行、本一、そして順チャンタですね。これは一組でも振るとこれも食い下がり両判となります。本一は泣いたら両判、順ちゃんも泣いたら両判となります。そして六判役は一つしかありません。鎮一だけですね。全部バンズ一色になったりするやつですね。これは一組でも振るすると食い下がり5判となりますが、まあ、十分ですよね。泣いても5判もつくってことはもう満貫以上は確定なんでね。そして最後は役満ですね。皆様全部上がったことありますか？天宝、地宝、国士無双、通案校、大三元、竜医層、通医層、小数士、大数士、珍老等、数貫通、中連ポート、これが役満となっております。でこちらもテロップ出てると思うんですけども、二重丸がついているものは面前役満によるものだけですね。そしてここに書いてあります、純粋な役満の複合は認められます。僕はちなみに、数貫通と大数士、天宝は上がったことないですね。地宝は上がったことあるんです。そして竜医層は、この前ね竜王戦という大会でなんと大会で竜医層上がってしまったもんで、結果は全然優勝はできませんでしたが、ね、さあということで M リーグのルール説明長きにわたってやらせていただきましたが、皆様お分かりいただけましたでしょうか。僕もね M リーグに入りたいと思っていて、このルールを見て、あ、こうやって M リーグってやっていくんだなと皆様と一緒に分かってこれたと思いますので、皆様もこれを見てね、あ、そういえば麻雀するしないでこういうこと言ってたな、あ、こういうことなんだなと、次の M リーグも皆様にとって楽しいものになっていただければなと僕も思ってこの動画撮影させていただきましたので、高評価コメントをぜひぜひお待ちしております。本当長らくご視聴ありがとうございました。それでは皆様さようなら。